はい、今日も来ました、この戦場ということで、どうもこんばんちは、すげです。ってことで皆さん、すいません、久しぶりですね、またオペネクスト。はい、おお、なんか飛んできた。はい、ということで、まあ今日使っていく機体はアレックスですね。チョバブアーマーが来てるんですけど、まあとりあえず、ノーマルで、ノーマルっていうか、なんていうかな。何十、あぶれ、ミサイル来る。わお、足止まった。いや、それにしても使いやすいですね。っていうか、なんか音がね、すげえ大きくなってるような気がするんだよね。戦闘音が大きくて、イスゲの声が聞こえないという。あれは何十何何十、ナイス。ナイス、ありがとう、素晴らしい。何十に行こうと思ったんだけどね、突っ込んできやがったやつ。さて D だね、多分来る、何か来ると思う。本拠点が、いや C に3機で A に多分1機いると思うんだよね。いるよね、多分。来たか、取って。ああ、ちょっと甘いっすね、杉くん。ビームライフルで撃ち抜くぞ。で、さあ、まだわかんねえぞ。5番さんがやばい。今行く。なんだ今の。なんだ今のロックは。え、ちょっと待って。オッケー。オッケー。今もう分かってんだよ。さすがにこいつは俺が倒す。よし、あー、ちょっとバカ俺。いいぞ、すげえいい勝負。やーばー、ドキドキしてきた。
さあここは C で敵さんのあの2機を倒していきたい。ちょっとちょっとちょっとおいちょっとちょっとちょっと待って、こいつがね厄介。オッケー。わあナイス。さて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 。申し訳ない。くー、いやーでもね楽しかったすげー楽しかったね、こういうなんかないい勝負すると熱くなるよね。いや最後焦ったね。ちょ敵がすごい増えて、そうどうするか迷っちゃいましたね。まあ、ということで、こんな感じです。はい、一回戻りましょうか。ダメージは5000の被弾メーカー3000、まあ、4000ですね。あんま良くない、ありがとうございます。ちょっと死にすぎた感あるね。回避持ちじゃないから正直被弾は厳しいんだよね。当たるんだよねやっぱり。まあ持ってても当たるけど次の場合はい、ということで本日のメインは、あ、その前にそうケンプパーとアレックスチョバマーマーチョバマーマーアレックスが来てるんですけど、まあ次はちょっときついかもしれないですね今回は。1月になったら新機体とか取れると思うんですけど、12月はちょっとねお財布の方がちょっと冷たくなってるんで、はい、すいません。ということでまあキンプファーとかねアレックス以外の機体を使っていこうかなと思っております。はい、まあということで本日のメインはこれにて終了でございます。はい、それでですね、まあ12月といえばポケットの中の戦機、ポケットの中の戦機といえばアレックスとザク2カイなんですけど、まあザク2カイはいないのでザクでザク2でいきたいと思います。ではおまけの方に行きましょう。ザク2いきます。はい、ということで本日のおまけということでザク2いきたいと思います。ザク2カイいきたいと思います。気持ちはザク2カイ、はい、あ、もう気持ち的にカイだよね、よくわかんないけど、まあとりあえず C に突っ込みます。低コストのね本気っていうのを見せてやりましょうか。突っ込んでなんぼ、突っ込んでなんぼ、突っ込んでななんぼなんぼなんなんぼ。なんか落ちたね。あー、それそれせこいせこいよ、それわー無理ー、いじめいじめだそこの大きめたち、ザク君をいじめないでください。ザク君を、ザク君悪いことしたの？してないでしょ。おう、ザク君悪いことしてないんです。はい、悪いことしたのは全部ねあのギレンの兄貴のせいなんです。やばいやばい
こいつ一体ならどうということはないさ。やろうか。拠点内のザクは強い。オッケー、倒したよ。ほらザクを舐めるな、ザクを。さあさあ、次次、D ですね。ちょっと味方さんがあまり良くないというか、敵さんの機体が強いんですよね。まあ気持ちわかる。中継内のザクは強いぞ。当たるかよ、そんな。さあ熱く行こうぜ。あはー、ちょっとバズーカ今撃ったのに取られた。まあ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 、ザクが出しゃばるとこじゃないね。ザクはね、所詮ザクだから、ザクらしいことしてればね、OK ですからね、うん。だるかよ。なんだなんだ、戦艦だ今の。後ろから来るか来ない。OK。 ちょっとなんでや、だからオッケー。いたー。さあ出てき3人機、逃げ回るクワンタと飛ばしてくる。右から多分飛ばしてだよね。なあはははえー、今のなんでステップできたの負けた、申し訳ない。味方さんにすごい勢いがなかったね。せっかくこっちもね突っ込んでたんだから、もうちょっと来てほしかったんですけど、まあまあまあ、ザクだからね、なんとも言えねえさあということで、成績の方は1位いただきました。ありがとうございます。まあ4デスしたところでコストが300なんで、あんま良くないね、うん、いや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 、まあ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 1取れたんでね、ザクで、ザクでも1取れるってことです、はいまあダメージ統計の方を見ていきましょう。どんどん、うん、よくないね、うん。なんでポイントが高いかっていうと、多分ヘイトですね。敵さんを結構、敵さんに結構見られてたんで、そのポイントだと思います、うん。ダメージがそこまで取れてるわけじゃないんで、そうですね、まあまあまあ、やっぱね、前も言ったんですけど、中継戦でね、ザクはすごい強いですので、うん、あまりザクを舐めてると痛い目見ますよ。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。はい。ですね、バトーペネクストの動画はですね、更新頻度っていうんですか、そう、それの方がね、結構下がります。まあ、なぜかというと、デジモンですね。はい。
デジモンもですね、プレイステーション4版のデジモンストーリーサイバースルースっていうのが出まして、そうサイバースルースハッカーズメモリーですね、その2つ入ってるんですよ。前作のサイバースルースですとハッカーズメモリーっていう新タイトルっていうんですかね、が入ってまして、そのサイバースルースっていう方は生放送でクリアしたんですけど、動画でまだ追いついてないんで、じゃない、どんどん上げていきますので、もしよろしければ見てください。それからハッカーズメモリーの方も、はい、生放送しつつ動画撮りつつでやっていきますので、生放送も見れる方は見に来てください。ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければバットボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。息が続かない。ではまた次回お会いしましょう。水曜ゲームバイバイ、お疲れ様です。